アレクサンドリアのキュリノスは、キリスト教聖職者、恐怖、教会博士、アレクサンドリア総主教。アレクサンドリアが、ローマ帝国内で影響力を強めた4世紀後半から5世紀に、かけてのキリスト論論争における主要な指導者の一人で、コンスタンティノープル総主教ネストリオスと論争した。エジプト長官、オレステスや女性哲学者ヒュパティア殺害を主導した。 キュリロスは376年にキルカで生まれた。母方のオジアレクサンドリアのテオフィロスはキュリロスが生まれて数年後にアレクサンドリア総主教に助任された。キュリロスの母はテオフィロスとその頃も近しくよくテオフィロスの指導に従っており、キュリロスも彼の下でよく教育された。彼の受けた教育の成果は彼の著作に見られる。 カエサレアのエウセビオス、オリゲネス、盲目のディデュモスといったキリスト教著述家やアレクサンドリア教会に属する著述家に関する知識という形で発揮された。彼は当時一般的だった教育を受けた。12歳から14歳まで文法を学び、15歳から20歳まで修辞学と文学を学び、最後に神学と聖書学を学んだ。 ニトリアの修道院で5年間生活した。叔父のテオフィルロスは412年10月15日に世を去り、その後にキュリロスがアルキディアコのステモテの支持者に打ち勝って、同年10月18日にアレクサンドリア総主教となった。当時、異教徒、ユダヤ人らとキリスト教徒の住民との間で紛争が頻発しており、キュリロスは エジプト長官オレステスと対立した。キュリロスはノーアティアヌス派の境界を閉鎖させ世紀を差し出させた。長官オレステスはキュリロスによる三色計画を拒絶した。キュリロスは文法家ヒエラクスを派遣して多くの監修を得たパントマイム賞でオレステスの勢力範囲を調べさせた。以前キュリロスと衝突した。 ユダヤ人たちがヒエラクスに気づき、ヒエラクスがいるのは自分たちに暴動を起こさせるためだと言って暴動を起こし、オレステスは暴動鎮圧と自らの権威をキュリロスに見せつけるためにヒエラクスを劇場で晒し物にした。アレクサンドリアのユダヤ人たちはキリスト教徒を数多く殺害したとしてキュリロスはユダヤ人の関係者をアレクサンドリアから追放した。 オレステスは力を失ったが、キュリロスの聖書を送ろうという申し出を拒絶した。ニトリアの修道僧たちが砂漠からやってきて、アレクサンドリア市民たちの間で、オレステスに対する暴動を先導した。この修道僧たちは15年前に、キュリロスの叔父、テオフィロスにも利用され、EN、トールブラザーズがアレクサンドリアを追われた。修道僧たちはオレステスを襲撃し、 異教徒であることを責めた。オレステスは、コンスタンティノープル総主教から洗礼されたことを示してみせた。しかし僧侶たちは納得せず、その一人アンモニオスが石を投げた。それが、オレステスの頭部に命中し、大量に流血した。オレステスの護衛兵は僧侶たちに石を投げられるのを恐れて、オレステスを残して逃亡した。しかし、アレクサンドリア市民は、 アンモニオスを捕らえ、他の僧侶たちを退散させた。オレステスは手当てを受けるとアンモニオスを、公衆の面前で拷問にかけ処刑した。オレステスは、テオドシウス2世に書簡を送ってこの事件を伝えた。キュリロスも、また皇帝に書簡を送り、説明した。キュリロスは、アンモニオスの遺体を取り返して、教会内に安置し、タウマシオスの称号を送るとともに殉教者の一覧に、 彼の名前を加えた。しかし、アレクサンドリアのキリスト教徒は、アンモニオスが死んだのは、彼がエジプト長官を襲撃したからであって、その信仰のためではないことを知っており、キュリロスは事件に関して、沈黙を保つことを余儀なくされた。アレクサンドリアの女性哲学者、天文学者、数学者ヒュパティア、アストロラーベの発明者でもある、キュリロス派に殺害された。 エジプト長官オレステスは、アレクサンドリア図書館に勤務する、女性哲学者ヒュパティアの政治的講演を教授していた。オレステスが、ヒュパティアとの関係を深めたのは、ユダヤ人とそうしたように、アレクサンドリアの異教徒のコミュニティとの関係を強めて、アレクサンドリアの様々な政治的主体を、よりよく操作するためと言われる。ヒュパティアの影響によってオレステスがキュリロスからの和解の、 申し出を拒絶しているのだと考えたキリスト教徒がいた。415年3月、キリスト教徒の群衆は、パラバラネースに扇動されていたが、ヒュパティアを馬車から引きずり下ろして、下記の貝殻で肉体を削るという手段で無ごたらしく、殺し、彼女の遺体を切り刻んでその肉片を、死壁の外で焼いた。オレステス派とキュリロス派の闘争の結果であった。 キュリロスはアレクサンドリア大学と対立することとなった。もう一つの大きな争いは、進学上のアレクサンドリア学派とアンティオキア学派との間での信仰と語法に関するものであった。この論争は、コンスタンティノープル総主教管区のより古いアレクサンドリア及びアンティオキア総主教管区に対する優位を認めた第一コンスタンティノポリス公会議。 第三決議を拡張したもので、アレクサンドリア管区とアンティオキア管区との争いは、すでに、コンスタンティノープルをも巻き込んでいた。この衝突は、アンティオキア学派のネストリオスが428年に、コンスタンティノープル総主教になるとともに、土壇場に来た。アンティオキアの聖職者が、コンスタンティノープルで、ネストリオスの命によって、聖母マリアを、 神の母と呼ぶことに反対する説教を始めた際に、キュリロスは、アレクサンドリアのアンティオキア及びコンスタンティノープルに、対する、優越性を取り戻す機会を得た。神の母という言葉は長い間マリアに用いられていた。ため、コンスタンティノープルの在家信者たちは、アンティオキアの聖職者に不満を抱いていた。ネストリオスは、聖母マリアは、人の母でも神の母でもなく、 キリストの母であると主張した。ネストリオスによれば、キリストは、神聖と、神殿との併合である。論争は、キリストの受難の問題を中心とした。神の子つまり神の言葉は本当に、受肉して受難なさったとキュリロスは主張した。しかし、ネストリオスは、神の子は肉体における結合も含めると完全に、 受難することはできないと主張した。ドリュラオンのエウセビオスは、ネストリオスの説を用紙的、キリストロンだと攻めた。コンスタンティノープルでの議論がアレクサンドリアに伝わると、429年の復活祭の折、キュリロスは、エジプトの修道僧たちに、ネストリオス説に注意するよう書簡を送った。この書簡の写しがコンスタンティノープルにまで到達すると、 ネストリオスはそれに反論する説教を行った。ここからキュリロスとネストリオスの間で複数回にわたる書簡の応酬が始まり、次第に攻撃的な調子を強めていった。この論争を解決するために皇帝テオドシウス2世がエフェソスで公会議を開いた。キュリロスがエフェソスを開催地として選んだのは、当地がマリアスウケイを強く支持する。 土地柄だったからである。エフェソス市民は、キュリロスに、友好的で、キュリロスと、その支持者は、ネストリオスと、その支持者が、アンティオキアやシリアから到着する前に、エフェソス公会議を開会させ、ネストリオスが召喚されても参加を拒み、ネストリオスが異端であるとして、職務剥奪、国外追放を決定した。しかし、アンティオキアのヨハネや、 その他の元ネストリオス派の司教たちがエフェソスに到着すると、公会議でキュリロスに異端宣告し、総主教の地位の剥奪を宣誓して、教会を破壊するために生まれ育てられた怪物とレッテルを貼った。皇帝テオドシウス2世は、公会議の氷決を無効だと宣伝して、キュリロスを捕らえた。しかしキュリロスは逃げおうせ、エジプトに逃げ帰ると、 テオドシウスの定身に賄賂を送り、また、インジャコンスタンティノポリスのダルマティオスに率いられた、群衆を送り込んで、テオドシウスの宮殿を包囲して、罵声を上げさせた。ついにテオドシウスは降参し、ネストリオスを植え、エジプトへ、流刑に処した。キュリロスは444年に王を去ったが、エフェソス強盗会議から、カルケドン公会議以降、論争は、数十年続いた。 キュリロスはイエス・キリストにおける神聖の人生への受肉を神秘的な力を持っていることによる神から人の肉体から他の全人類への展開であり、人の本性の就職、神格化であり、信者に不死と主、イエスの変容を約束するものであるとみなしていた。一方、ネストリオスは受肉をイエスの足取りに従う忠実なものにとって第一に、 倫理的な例であるとみなしていた。キュリロスがずっと強調していたのは、ナザレの街を歩いていたのはまさしく神であるし、人の姿をとって現れたのもまさしく神であるという単純な考えであった。ネストリオスは人間、イエスと神であるロゴスの区別を強調して論じていた。キュリロスはこれを二分的に考えすぎていて、彼の同時大臣の一部が、 キリストの人生を波していると感じたやり方で人生と神聖との間の存在論的ギャップを広めていると考えた。このキュリロスとネストリオスとの論争を起こした最大の問題はコンスタンティノーポリス公会議で起こった問題である。実際のところマリアが生んだのは何だったのかキュリロスの考えでは3位一体の構成は一つの 神聖という本体と三つの互いに異なる実体からなる。三つの異なる実体とは父、子、精霊である。そして、子が受肉して世界に降臨すると、神聖と人生の両方が存続するが、イエスの威嚇の中で併合される。このため、ネストリオスの神学的立場を要約して、二つの本体が併合した一つの実体というスローガンが使われる。 キュリロスの神学によれば、子には二つの状態がある。受肉する子に、先立って存在する状態と現に受肉した状態である。それゆえ、ロゴスの肉体のみが十字架上で受難、死を迎えたことになり、子は受難せずに受難できたことになる。ロゴスの内部で緊密に関連し合っていることが必要とされ、その後、イエス・キリスト、つまり神なる、 ロゴスの内部で受肉したロゴスが肉体の中でそして世界の中で現存することにキュリロスの関心はあったアレクサンドリアのキュリロスはエフェソス公会議におけるテオトコス論争と呼ばれる活発な争いのために教会史に名を残している彼の著作にはエフェソスでの説教やその他の説教が含まれる伝えられている彼の説教の中には本当に 彼のものか論争のあるものもある。いくつかの評論によれば、キュリロスが重点を置いていたのは、イエスの母に対する愛だという。十字架上で、彼は苦痛に打ち勝ち母のことを考える。カナの根源で、イエスは、母の望みに首を垂れる。アレクサンドリアのキュリロスの圧倒的な美点は、マリアロンの中核を永遠に、強固なものとしたことである。キュリロスは、 神の母としての聖書女マリアに関する説教を通じてその後のすべてのマリア論の発展の基礎を築いたされている。キュリロスは学者肌の総主教であり多作な著述家であった。彼の著作と進学は恐怖たちの伝統、そして今日の正統派キリスト教の中核となっている。教会で活動していた時期の前半には彼は聖書の注釈を書いている。 東方聖教会及び東方天霊カトリック教会の聖人歴では6月9日とアレクサンドリアのアタナシオスの記念日でもある6月18日が彼の記念日とされている。カトリック教会の聖人歴では1882年に2月9日を当てがったが1969年に改定し、コプト教会と同じくキュリロスの命日6月27日を記念日とした。 ルター派においても同日が彼の記念日とされている。ありがとうございます。